では、ここからは皆さんからいただいたメールのご紹介に行きます。ラジオシャンネーム。え、もうつべ、バラモさん。はい。中村さん、マフィカジさんこんばんは。は最近はスマホゲームをかなり進化してきましたが、お二人は将来的にこんなゲームがしてみたいとかありますか私はオープンワールドのウォーキングデッドがしてみたいです。<ー>いろんなところで NPC が自由に動いて、仲間を増やすプレイヤーや、一人で放浪したりなどずっと遊べそうだからです。<laughs> 同じ NPC でもプレイする度に全く違う動きとかしてると面白いですよね。はあ<ー>。まあ何年経っても出なさそうですけど。お二人は今なくてもこんなゲームがしてみたいというのがあればお伺いしたいです。というのを。これは 先週とかに俺らが散々言った俺らに聞きたいことなんかないんだろうっていう当てです。だそうです。これは我々に対する質問だったんですね。そうなんですね。あの、俺今までそういうカテゴリーだと見てなかった。俺もそう思ってた。もうちょっとね、なんか最近海沙さんは何々をしていますかみたいな。そうですよね。それだと思ってた。ちょっとリスナーの自分トークの時間だと思ってた。そうそう。なんか言い方な。自分語りだみたいな。いや別に嫌いじゃないからいいんですけどね。これは質問だったんですね。そうみたいよ。ということで。 ウォーキングデッドに、ね、タイトル上げてるし、ゾンビの音とかじゃないからね、スマホに要求するのはきついようなイメージもありますけどね、オープンワールドゲーム、あーまあ遊べるやつもあるんですよ、すでに実は。あるはあるよ、ね、結構難しいんですよね、やっぱオープンワールドって。 まずやっぱりオンラインになると動機を取るっていうね難しさもあってそれが携帯で一人不安定な人が入ってくるとそこにいる人全員に影響を及ぼしちゃうからそれがね難しくてどうしてもマルチとかで4人までとか何人までっていうのになっちゃうねスマホでこれ以上遊びたいゲームって考えてみますけど今くらいがちょうどいいんじゃないですかね画面が小さいですし言ってみれば。 今の状態のスマホで遊ぶのにどんどんグラフィック進化させていって、ね、でフィールド広くしていってってなって画面は結局小さいじゃないですか<ー>やっぱ今の現状アナムネ室くらいが本当にちょうどいいと思うんですよね,まあね進化の到達点としては。あのー、これ以上、うん、この動機の必要なゲームが増えまあ要はこういう完全なオープンワールドとかにしてきてさみんなで動機を取らなきゃいけなくなると。 問題点が一つあるんですよ、はい、通信料をね<ー>常に動機を取り続けるから、なんか、外で数時間遊んだだけで、うん、人によっては、あの、月の通信制限に余裕で引っかかり出すから。まあまあまあ、そうですよね、うん。やっぱり、絶えず通信し続けるっていうのは、ちょっと、 違う問題をはらみ出すよね。まずそこの技術を改革しないと難しそうではありますし、な、うん、ね、何ならスマホの形が大きく変わっちゃうぐらいのブレイクスルーが起きてくれればまた変わるかもしれない例えばホログラムになるとか。未来。<laughs> ねこれならゲームの形も変わるじゃないですか。未来やん。バって手のひらからばって出て <laughs> それを最初に活かすのはゲームじゃないな。えー、<laughs> なんか違うことだな。地図とかだな。 軍事かな軍事産業かな <laughs> まあ,あ大体そういうとこから生まれるからね、うん、研究ってのはそのくらいの進化がないといかにスマホは打ち止めだと思いますよ、ね、進化の方向性はじゃ今の段階でこんなゲームしてみたいってのはあるええ今の段階で作り尽くしてるかなバリエーションとしては逆に今コンシューマーとか PC でできてスマホでできないことを洗い出した方が早いと思うんですけどああ それ言うと、中村さんの今言ってた通信の部分が一番でかいじゃないですか。うん、でかいね。うん。だからそうなってくると、それはもちろんね、あの、PC で遊んでるような完全同期のオンラインゲーム。ね、遊べるようになったらそれ最高ですよそれはそれでいいですよ、うん。あとはスマホをアダプターとして使うというか、周辺機器として使うっていう前提で VR 関係の進化ですかね。<ー>ね今スマホでもね、ちょっとアタッチメントをつけると VR ができるから。そうそうそうガチャーっとはめ込んで。 で、あれでもっとゲームらしいゲームが遊べるようになれば。あ見るものぐらいそうです。なんか動画とか。だよね。まあゲームでも一部対応してるやつあるし、VR に。ええ。女の子と遊べたりするやつが。その辺がもうちょっと踏み込んだ。そうですね。むしろスマホに変わる新しいデバイスが欲しいな。そう。ゲーム作るんなら。確かにね。俺ね、この間ね、全然話変わるね。この間、ふと思った。ほんふと思ったの。あの、当時さ、 ファイナルファンタジー13がさ、うん、あの、寄り道ができないってよく言われたじゃない。一、はい、本で済むって。はい、なんでだろうって考えたの。ええ、あの、キャラの闘身をさ、ドットの時、三等身二等身からさ、うん、引き上げたでしょ。リアル闘身にして、リアル闘身にすると、メーターが発生するわけ。1メートル。 何センチって。だから、このキャラクターは150センチです。はい、じゃあ、このキャラが一歩歩く距離はこうです。まあ、その歩く距離はキャラによってサイが生まれた困るから、基本一緒なんだけど、うんうん、フィールド上に距離が発生するじゃないですか。すね。はい、昔ってさ、キャラを一ド,ドットっていうか、一マスで作ったら、一マスずつ移動って、マスドット換算がドットじゃなくなるわけでしょ。ってことはね、フィールド作れないよねって思ったの。言われてみると。確かに。 今まで海外資本とかでもさ、うん、地球一つを作ってるゲームってないんじゃないの惑星。ああのー、あの開発が進んでるやつならありますあまだやっぱ完成してないんだよね。完成はしてないですだいぶ前に発表されて、音沙汰、最近見ないですけど。いや、難しいと思うのよ。うん、相当自動生成のシステムでも入れないと難しいと思うんだけど、ね、それで、例えば、ファイナルファンタジー7だったら、うん、その星が存在するじゃん。うん、で、いろんなところにチョコボだったり、飛空艇で移動するでしょ。うんうん あれをリアル答申で急にやれって言われたら、まあ、今リメイクしてますけどかなり難しいというかコスト用っていうね。まあそうですよねって考えた時にやっぱり答申を上げてリアリティを増していくとやれることはステージクリア型に近いようなその行く場所を指定させてその中で遊ばせるっていうゲームスタイルに。 まあ開発力っていうか、それもありますよね。うん、海外のオープンワールドゲームとかだと、それを本気でやっちゃってるやつもありますけれども、うんあ,ね、あれは、まあ、それこそ、本当にバカみたいにお金と人、いるからできることがあ。それでも大陸とかぐらいでしょ、うん、惑星じゃなくて。端に行ったら反対の側の端に出てこないでしょ それで考えた難しいよねそれこそ昔は壺とかのサイズも全部一緒でキャラクターとの比率は考えた、ね、らキャラクターと同じサイズの壺を抱えて投げてぶち割って小さなメダルを集めるっていうゲームだから今は難しいっすねそう思うんだよねいちいちオブジェクト作んなきゃいけない、うん、<う>ドラクエ8のがせいぜいかなと思ったね、うん、ドラクエ8はフィールドマップちゃんと世界作ってたけどキャラクターの資上がってたからでもどうなんですか既存のエンジンを使っていればもう材料は揃ってるわけじゃないですか、うん アアンンンリアルエンジンとかそ,、ね、それだとまあ作りやすいってのはありますけど独自のエンジンジだときついでしょう、ね、でもさうじゃあそれで作ってもさ、ええ、都市はリアルサイズの大都市を何十個何百個って作るんだよいやーきついっすねそこに一人ずつ名前の違う NPC がいるんだよ <laughs> でそのサイズにしていくと今度は「えじゃあ俺ら今から50億体のザコザコの人作るんですか?」みたいな。<laughs> そこまでいくゲームが存在するかどうか今後今後ねもしかしたら革新的なまた技術が生まれるかもしれないですからねひょっとしたらね自動生成本ンンんなんか知らの自動生成だよねうん、うん、人,人の手前で作るのはもう限界っすよねってことを突然思いました、うん、まあなかなかあれっすね 普通のゲーマーマななならそここままで考えないことを考ええいいとをすよねいやなんかね <laughs> 不意に思ってね、うん、そりゃまあ今の技術でゲーム作るの難しいなって思った哲学するゲーマーすね中丸さんワールドマップって難しいなってまあまあ確かにね<ー>開発者のこともおもんばかってそう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 いかないと我々業界人はそうね <laughs> <laughs> だからやっぱり一番ワールドマップが存在して RPG をしたいならオンラインゲームになるよ うん、そうですねオンラインゲームはあのー、アップデートで追加していくからね、うんうん、それだったらいつか世界が一つの丸い球体になるかもしれないかなって思いますね,もっとね自由なオンラインゲームっいうのも増えてほしいですね、自由ねやっぱりどうしてもやっぱ縛りがあるゲームが多いので当、まあ、然ね、うん、いやー、語ったな。<laughs> そうっすね とということでエンディングになりましたね「スター・オーシャンファイブは結構このマップ自体は作ってあったんだけど、うんうん、あのやっぱりエリアチェンジを挟んでるから、はい、そういう意味ではやっぱここら辺がこう一番現実的に世界を作る妥協点なのかなってそうですね思ったりはします,す、ね、はい、はい、ということで、えー、今回一通しか紹介しませんでしたけど お二人に伺いたいたことをもう少し明確にしないと梶田さんがよくわからないって言っちゃうんで俺のせい <laughs> 俺のせいにされて名護さん分かってなかったのに <laughs> 俺分かってたよ <laughs> <汚い> <laughs> <laughs> あっこれは俺あとも質問だなってあっそうだね俺が主体にしてもらえると質問梶田さんはバナナですかみたいなそういう <laughs> あの <laughs> <laughs> そういうもうシンプルな英会話から <laughs> 英会話初心者でもよくわかる英会話的なやつそうそうそう私はペンではありませんみたいなそういう感じで来てくれればもうちょっと答えが広がるかもしれません <laughs> はい <laughs>、はい、よろしくお願いしますそれではまた次回お会いしましょうお相手は中村祐一とマフィア・カジノでしたまた来週 <laughs> 未来。ね。これならゲームの形も変わるじゃん。未来やん。わ、こう、バッて手のひらからバッて出て <laughs> それを最初に生かすのはゲームじゃないな。えー、<laughs> なんか違うことだな。地図とかだな。<laughs> 軍事かな。<laughs> 軍事産業か。<laughs> ああまあ、だいたいそういうとこから生まれるからね。研究ってのは。そのくらいの進化がないといかにスマホ打ち止めだと思いますよ。ね、進化の方向性は。じゃ今の段階でこんなゲームしてみたいってのはあるえ今の段階ですか。受手尽くしてるかな。 バリ逆に今コンシューマーとか PC でできてスマホでできないことを笑い出した方が早いと思うんですけどああそれ言うと長村さんの今言ってた通信の部分が一番でかいじゃないですか、うん、でかいねだからそうなってくるとそりゃもちろんねあの PC で遊んでるような完全同期のオンラインゲーム、ね、遊べるようになったらそれ最高ですが、ね、それはそれでいいですよ あとはスマホをアダプターとして使うっていうか、周辺機器として使うっていう前提で VR 関係の進化ですかね。<ー>えー、今スマホでもね、ちょっとアタッチメントをつけると VR ができるから。ガチャーとはめ込んで。<ー>で、あれでもっとゲームらしいゲームが遊べるようになれば。見るものぐらいそうです、ね。なんか動画とか。ぐらいだよね。まあゲームでも一部対応してるやつあるんです、VR に。<ー>ええー。女の子と遊べたりするやつが。 その辺がもうちょっと踏み込んだ。そうですね。むしろスマホに変わる新しいデバイスが欲しいな。ゲーム作るんなら。確かにね。俺ね、この間ね、全然話変わるね。この間、ふと思った。ほんふと思ったの。あの、当時さ、ファイナルファンタジー13がさ、あの、寄り道ができないってよく言われたじゃない。一本で済むって。なんでだろうって考えたの。あの、キャラの闘身をさ、 ドットの時、三等身二等身からさ、引き上げたでしょ、うん。リアル等身にして、リアル等身にすると、メーターが発生するわけ。1メートル、何センチって。だから、このキャラクター150センチです。じゃあ、このキャラが一歩歩く距離はこうです。まあ、その歩く距離はキャラによってサイが生まれた困るから、基本一緒なんだけど、フィールド上に距離が発生するじゃないですか。昔ってさ、キャラを一ド,ドットっていうか、一マスで作ったら、 一マスずつ移動って、マスドット換算がドットじゃなくなるわけでしょって、ねえーえー、ことはね、フィールド作れないよねって思った言われてみると。確かに。今まで海外資本とかでもさ、うん、地球一つを作ってるゲームってないんじゃないの惑星。 開発が進んでるやつならあ,りま,すあまだやっぱ完成してないんで、ね、完成はしてないですだいぶ前に発表されて、音沙汰、最近見ないですけどいや、難しいと思うのよ、うん、相当自動生成のシステムでも入れないと難しいと思うんだけど、ね、それで、例えばファイナルファンタジー7だったら、うん、その星が存在するじゃん、うん、で、いろんなところにチョコボだったり、飛空艇で移動するでしょ、うん、あれをリアル闘信で急にやれって言われたら、まあ、今、リメイクしてますけど、うん、かなり。 難しいというか、えー、今の段階ですか。とり尽くしてるかな、バリエーションとしては。逆に、今、コンシューマーとか PC でできて、スマホでできないことを笑い出した方が早いと思うんですけど、<ー>それ言うと、長村さんの今言ってた通信の部分が一番でかいじゃないですか。うん、でかいね。だから、そうなってくると、そりゃ、もちろんねあの、PC で遊んでるような、完全同期のオンラインゲーム、ね、遊べるようになったら、それ最高ですよ あとはスマホをアダプターとして使うというか周辺機器として使うっていう前提で VR 関係の進化ですかね今スマホでもねちょっとアタッチメントをつけると VR ができるからガチャッとはめ込んであれでもっとゲームらしいゲームが遊べるようになれば見るものぐらいそうです。なんか動画とかだよね。ゲームでも一部対応してるやつある VR に女の子と遊べたりするやつがその辺がもうちょっと踏み込んだそうですねむしろスマホ に変わるる新ししいいバイスが欲しいなな、ね、ゲーム作るんなら確かにね。えー、俺ねこの間ね全然話変わるね。えー、この間ふと思った本当とふと思ったの,、えー、あの。当時さ「ファイナルファンタジー13」がさ、うんあの「寄り道ができない」ってよく言われたじゃない。一、はい、本で済むって。はいはい、なんでだろうって考えたの。ええー。あのキャラの等身をさドットの時三等身二等身からさ。うん 引き上げたでしょ。うん、リアル闘神にして、うん、リアル闘神にすると、メーターが発生するわけ。1メートル何センチって。ああだから、このキャラクター150センチです。はい、じゃあ、このキャラが一歩歩く距離はこうです。まあ、その歩く距離はキャラによって才が生まれた困るから、基本一緒なんだけど、うん、フィールド上に距離が発生するじゃないですか。すねはい、昔ってさ、キャラを1ドッ,1ドットっていうか、1マスで作ったら、1マスずつ移動って、マスドット換算がドットじゃなくなるわけでしょ。うんえー ってことはね、フィールド作れないよねって思ったの。言われてみると。確かに。今まで海外資本とかでもさ、うん、地球一つを作ってるゲームってないんじゃないの惑星。あ、あのー、あの開発が進んでるやつならあります。あまだやっぱ完成してないんだよね。完成はしてないです。だいぶ前に発表されて音沙汰、最近見ないですけど。いや、難しいと思うのよ。うん、相当自動生成のシステムでも入れないと難しいと思うんだけど、ね、それで、例えばファイナルファンタジー7だったら、うん その星が存在するじゃん、うん、でいろんなところにチョコボだったり飛行艇で移動するでしょ、うんうん、あれをリアル闘神で急にやれって言われたらまあ今リメイクしてますけど、うん、かなり難しいというかコスト用っていうね、うん、まあそうですよねって考えた時にやっぱり闘神を上げてリアリティを増していくとやれることはステージクリア型に近いようなその行く場所を指定させてその中で遊ばせるっていうゲームスタイルに。 開発力っつうか、うん、それもありますよね、うん、海外のオープンワールドゲームとかだと、それを本気でやっちゃってるやつもありますけれども、うんあ,ね、あれは、まあ、それこそ、本ゲームとかだと、それを本気でやっちゃってるやつもありますけれども、うんあ,ね、あれは、まあ、それこそ、本当にバカみたいにお金とじっいるからできることそれでも大陸とかぐらいでしょ、うん、惑星じゃなくて。端に行ったら反対側の端に出てこないでしょ。うんえー うん、だからそれで考えたらやっぱ難しいよね。それこそ昔は壺とかのサイズも全部一緒で、キャラクターとの比率は考えたた、ね。キャラクターと同じサイズの壺を抱えて投げてぶち割って小さなメダルを集めるっていうゲームだ <laughs>、うん、まあまあまあ、まあうん、だから今は難しいっすね。そう思うんだよね。いちいちオブジェクト作んなきゃいけない、うん。ドラクエ8のがせいぜいかなと思ったね。うん、ドラクエ8はフィールドマップちゃんと。 世界作ってたけど、キャラクターの市上がってたから。でもどうなんですか、ね、既存のエンジンを使っていれば、もう材料は揃ってるわけじゃないですか。うん、アンリアルエンジンとかね。それだとまあ作りやすいってのはありますけど。やれるのかなうん。独自のエンジンだときついでしょうね。でもさ、じゃあそれで作ってもさ、ええ、都市はリアルサイズの大都市を何十個何百個って作るんだよ。いやー、きついっすね。そこに一人ずつ名前の違う NPC がいるんだよ。<laughs> でそのサイズにしていくと今度は「えじゃあ俺ら今から50億体のザコザコの人作るんですか?」みたいな <laughs> そこまでいくゲームが存在するかどうか今後今後ねもしかしたら革新的なまた技術が生まれるかもしれないですからねひょっとしたらね自動生成エンジンもうほんとなんか知らぬ自動生成だよねうん、うん、人,人の手前で作るのはもう限界っすよねおってことを突然思いました、うん、まあなかなかあれっすね 普通のゲーマーならそこまで考えないことを考えてますよねいやなんか,なんかね <laughs> 不意に思ってね、うん、そりゃまあ今の技術でゲーム作るの難しいなって思った哲学するゲーマーっすね中丸さんワールドマップって難しいなまあまあ確かにね<ー>開発者のこともおもんばかってそう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 いかないと我々業界人はそう,そうねだからやっぱり一番ワールドマップが存在して RPG をしたいならオンラインゲームになるようんそうですね うオンラインゲームはあのー、アップデートで追加していくからね、うん、それだったらいつか世界が一つの丸い球体になるかもしれないかなって思いますでねもっと、ね、自由なオンラインゲームっていうのも増えてほしいですねもっと自由,自由ね。やっぱりどうしてもやっぱ縛りがあるゲームが多いで、まあねうんでいやあ勝ったな <laughs> そうす ということでエンディングになりましたね「スター・オーシャンファイブは結構このマップ自体は作ってあったんだけど、うんうん、あのやっぱりエリアチェンジを挟んでるから、はい、そういう意味ではやっぱここら辺がこう一番現実的に世界を作る妥協点なのかなってう思ったりはしますはい。ということで、えー、今回1通しか紹介しませんでしたけどお二人に伺いたいこと もう少し明確にしないと、梶田さんがよくわからないって言っちゃうんで。俺のせい。<laughs> 俺のせいにされて、なお屋わかってなかったのに <laughs> 俺わかってたよ。うわははは、汚い。汚い <laughs>